左側になんかルーレットついたな。通常若干インターフェース変わったか。量子甲冑スターは行動値を消費することで様々な行動が取れるの。まずは全ての基本となる移動から覚えていきましょう。手元にあるレバーを見てくれる。左スティックを傾けるとスターを動かすことができます。私が手本を見せるわね。勝手に動いてくれる。おお、すごい、わかりやすい。なかなか鈍足感あるな。忍者忍者タイプで、ああ、なるほど。倒す角度によってスピード変わるってことか。注意することは移動した距離分だけの行動値が減っていくことよ。これは今まで通りやね。うん。にしてもゲージ短いな。最初だけあってそういうことか。行動値がゼロになると、それ以上行動ができなくなるから、残量には注意を払うこと。さて、攻撃の説明に移るわね。スターの攻撃範囲にいる敵にロックオンカーソルを合わせます。ラチェットは見るからに関節っぽいね。この状態の時に手元の丸ボタンを押すと敵を攻撃できる。うん、いつも通り。刀って敵の名前なんだ。やっぱ和風の何かはね。刀。では、私が攻撃します。よく見ておきなさい。うん。で、早い段階で連射すると、コンボが、最大5かな。うん。で、ラストかな。強っ。さすが隊長。こんな感じかしら。丸ボタンを押した回数分だけ攻撃できるから覚えておいて。攻撃回数に応じて行動値も消費するわ。スターでの基本的な戦闘のある移動と攻撃、理解できたかしら。行動値を消費して移動と攻撃をするんですね。わかりました。それじゃあ次は必殺攻撃について教えるわ。サチータ、お願いできる？イエスサー。タイガ、攻撃の時間だ。画面下のゲージ、わかるかい？うん。今んとこ今まで通りと何も変わってないね。この気力値を消費することで強力な必殺攻撃を放つことが可能となる。まずは基本、気力値が一定以上の時に方向機の上か下を押して攻撃モードを必殺にする。あ、これちょっと違うかも。ドリームキャストだったら、まあ A か B で切り替えとったかな。ほん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 。上下で。あとは通常攻撃と同じでロックオンカーソルを合わせて丸ボタンを押す。見ておきなさい。これが私の必殺攻撃。バーディクトチェインだ。バーディクト。なかなか近接。スミレ系になるのかな、一応。ウィンアギリティ。有罪ってやつやね。おお、かっこいい。その上のやつを巻き込んどいてよ、もったいない。頑張れば入ってやる、多分。どう？行動値と気力値を使うことで威力のある攻撃ができるのさ。必殺攻撃ですか。使いこなせれば心強い攻撃になりそうですね。その他には四角ボタンで防御、バツボタンで気合が可能よ。気合が必殺ゲージ食べるやつかな。何も変わってない。防御、気合、はいはいはい。作戦は？それぞれ必要な分だけの行動値を消費するからよく考えて使うようにしなさい。あ、それと行動値が残っていても行動をやめることができるわ。まあ、スタートボタンかな。多分。あ、これは変わったね。三角、はい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 。2じゃねえな。あれ、熱き血潮鬼と3はスタートボタン押しとったけど、三角でもできたってことなんかな。スバル、最後に状況把握の方法を教えてあげてくれる？わかった。戦闘中は常に周囲の状況を気にかける必要がある。手元にある右スティックを使えば周囲の状況確認が可能だ。右スティックね。はいはい。スバル。
仰いで上がる。熱いんかな。あ、はいはい。上下でズームしたり。あ、一応今まで通りと変わってないかな、今んとこ。周囲の状況をよく見た上で効率よく行動するんだ。わかりました。以上？基本的な操縦方法は以上よ。あとは実践で学んでいきなさい。聞かんでよかったな。はい、わかりました。ありがとうございました。うん。これより作戦行動に入ります。目標は悪年期の撃破。タイヤ君、しっかり頼むわよ。イエスサー。違和感えぐい。今までなら了解やもんな。この感じで行くんならさ、スリ、違和感すごいな、今のも。スリーの時からフランス語でやればよかったね。ああ、すごい。めっちゃロケット使う。で、右スティック、ん？じゃ、こうしてしまうと、あれやな。ああ、スタート押すとこうなるのか。この、あ、情報押せばいいのか。はいはいはい。で、ここ登れんのか。回り道させるね。で、あ、言うほど高くないのか。これ実際の自由の女神の、ね、下もこういうことになっとるんかね。人生で行くことあるんかな、ニューヨーク。よし。じゃあ、連携習ってませんけど。おい。明らかに増えとるやん、なんか新しい要素。これ何？あ？こうやって巻き込めばいいってこと？おい、教えといて、これ。で、あ、単品か。そうね。まだみんなの特色が分かってないから。てか、作戦ねえな、やっぱり。てか、連携は？これで連携状態？一応巻き込んどるね。じゃあ、一残しで、切り替えるんだ、連携。マジで教えといてよ。奥のやつじゃあ、叩いてみよう。あ？あ、強制的に、今までやってた連携が出るんだ。え、強くね？あ、使えなくなった。必殺も使えん。あ、ゲージ使うんだ。教えといてよ。二回ずつ殴れば、押せるかな。かっこいいね。ちゃんと使いこなせとるとこ見ると、え、本当に、え、何の練習もなしで乗っとるってことやろ？なんなら飛ばせとるし。ちゃんと才能があるってことなんかな。やった！僕にもできた！タイヤ君、いい感じよ。その調子で頑張りなさい。はい。イエスターちゃうんか。了解しました。タイガー慎二郎、戦闘に戻ります。で、ここ2回殴れば倒せる。ああ。2枚抜きです。それぐらい。誰でもできるんだ。おめでや。で、終わる。上から降りてくるかな。で、ラチェット。よく見ておきなさい。もしかして、ラチェットだけ、勝手に動く？好感度なかったしね。あ、勝手に動くわ。ボレンゲ。まあ、当然倒せる。倒せんのかい。酔わないか。で、スバル。ピス、え？サラソージュの花の色。スバルも勝手に動くのか。まあ、隊長じゃないから、そっか、指揮を取っとるっていう感じじゃないんだ。狂い咲き。え、でも、範囲ならもうちょっとさ、巻き込んでや。
上2枚に出るべきやろ。えらい切ってますけど。あ、もともと範囲だ。アイリス系。てか巻き込んどけって。もうちょっといけば上、おぉ、2枚抜きいけた、絶対に。ほら、反撃もろとる。あ、関節なのさ、刀は。名前が刀なのに。関節なんだ。いや、若干色違うのか。刀じゃない可能性がある。この手。なんか、戦闘の感じ。1対1になるね。マップ上で滑らかになんかシームレスに今まで。ああ、届くのか、そこ。やめてー。めっちゃボコられる。かで先輩方、不甲斐ねえしなー。あ、防御。で、さじいた。まあ、左手のやつを通しに行くわな。まあ、連携うまく使えば、なる。先輩方操作できんけど、おい、倒しといてよ。私の戦い方、よく見ておきなさい。体調早い。進次郎の行動が来る前にもう一回動きやがった。さすが忍者。必殺つか、ゲージねえ。え、膝使ったっけ？ゲージがない。なんで？スバル、気づいているか？今日のラチェット、いつもと様子が違う。ゲージないのもそのせいなんかな？動きにキリがない。この程度の敵に手こずるなんて。弱くなってんのか？ああ、彼女はおそらく。あの日か？デリカシーゼロ。はあ？サジータ、スバル、今は戦闘中よ。死後は慎みなさい。ラジェット、もし何かあるのなら。でもなんか気づいてそうやね。戦闘中よ。同じことを二度も言わせないで。イエスさん。なんだ。え、右側、階段ない？これもしかして。えらい火だめが多いなぁ。しかも、そこそこ痛いし。やべ、めっちゃ食らっとる。え？真珠のターンいつ来るん？敵にすらなんか抜かれてない？順番。おい。チュートリアルとかじゃないよな。その、回復しましょう的な。いてぇ、普通に。タヤ君、ダメージが溜まってるわよ。耐久値にも注意しなさい。チュートリアルのあれなんかな、やっぱり。耐久値？なんでわからんの？スターの耐久値がゼロになったら、強制的に戦線を離脱してもらいます。そうだったんですか。わかりました。注意します。もし、危険を感じたら、回復を使いなさい。耐久値を回復できる。あ、やっぱチュートリアルのあれなんかな？それと、回復は仲間に対しても使えるから、危険だと思ったら助けてあげて。回復ですね。わかりました。やってみます。信じろ、遅ないか。回復？あ、独立したの、回復って。あ、変わっとる、これは。今までならね、あ、すごいいける。横まで来たわ。ガンガン行こうぜでよくないか。必殺使えば多分倒せるよな。二枚抜き。危ねえかな。今、あ、やっぱ名前違うわ。第九。刀と第九ね。え、さっさと沈めて、奥の方。なんて、天地人。なんて。倒せないの？硬いこいつ。ちょ、こちらで、三角か。三角で見れば、必殺技が、わからない。
つもなら書いてあったよね。うん、ローコなんて言っとった、見れんくなっとる。じゃあ、あ、ゲージ 100% 使わないんだ。え、回復、あ、回復できん。連携使える。てか勝てえの、なんなんこいつ。じゃあスバルと連携しとく。ゲージねえんか、スバル。あ、てかどっちもなんか使えん感じこれ。なんだろう、スバルだけなんか赤い枠ついとるね。これ使えんってことか。サジータはいけない。やっぱ煽れじゃないとダメなのかね。じゃあ通常一択。2回。倒せんのか、マジか。一発もらってもまた死なんでしょ。隊長に回復せえって言われたけど。届くやろ。え、てか2体来たら積むんか。あ、やばい。いや、上のやつはスバル狙うでしょ。これは落とせる。いや、上の2体、シンジのとこ行ったら終わるぞ。大丈夫か。これは取れるよな。てかさ、オートで動くのも違和感あるし、なんだろう、シンジロが隊長になるような流れが来るんかな。下から届くよね。頼むぞ隊長。片方落とすか、引きつけといて。勝てえのよこの大級。うん、もう一発殴っとけ。今のゲージ1個あったやろ。あ、よし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 、デコイが発動したわ。なかなか痛そうな攻撃するな。ビリビリ。エモスバル来る。どういう順番？なんかスピ、え？なんで何もせんかったん、あいつ。おい。え？ダンサーもう無理ってことか、スバルの武器は。うんうんうん。結局、シンジロもがっつり、敵の動きもやっぱ早いじゃない。こいつは動いてないのか、まだ。もしかしてスピードって概念敵にもでき、ん？時間切れ？何が起きた？今回の敵も大したことなさそうだね。全滅せんでもいいんだ。珍しいかもね、ターン制限というか、ターンでこういうイベントがあるってのは。くっそ、こいつ坊や呼ばわりしやがって。うん。あ、ボス来んのか。なんだろう、体調がだいぶなんか違和感あるから、なんかこのボスにボコられるとかなんかな。ほんでラチェット直々に、体調があなたがやるのよ新次郎くんみたいな流れになるかな。なんか強そうではある。おお、ああ、なんか見た目がほとんど一緒。シンプルにでかくなった。あ、ちゃんとかっこいい。ガラン、悪念正気。ガラン、何なのこいつは。ちゃんと強そうやな。てか飛んどる。ずいぶん焦ってるみたいだね。楽勝のつもりだったのかな。すごい飛んどるけど、上空に空中戦とかあるかな。飛べるしね。な、てか、なんか、まあまあなんか、火ついとるけど大丈夫か？お前、何者だ？僕のことを知ってどうするつもりだい？どうするって。ここで死ぬのにさ。ああ、
よく言うやつ。なるほどね。なん、でかくない？そのハーケン。は？スターが。え？動かんて？直撃。隊長！一撃で。ラチェット隊長。ラチェット、どうしたんだい？やっぱなんか、調子悪いってのが、露骨に出たのか？そもそもなんか機体の調子が悪い説もありそうやけど。こんなに早く霊力が尽きるなんて。は？お願い、お願いだから動いて。やっぱ本人のあれなのか。だやっぱゲージなかったもんね、必殺ゲージ。その伏線だったんだ。霊力がない。燃費悪い系なんかな？ラチェット。ちょっと動か、その、性能高い割に、ちょっと動いたらもう息切れするみたいな。あ、何の攻撃これ。終わりそうやけど。爆発したら死ぬぞ。ラチェット隊長、今行きます。行くな！坊やの手には負えない！カバエに行けるのか？関節攻撃できるってことか。なんか飛んできとったよね。何言ってるんですか。早くしないと。ラチェット隊長が。行動不能の機体のためにもう息潰すわけにはいかない。そう。そうやけど、人員が一人減りそうやけど。死ぬやん。そんな。選択肢か。でけえな、にしても。そろそろ仕上げといこう。すごい。強い、もしかして。あ、上空におるからでかく見えるだけ、もしかして。ラスボス級の何かとか、もしかして。強ない、こいつ。危ない、ラチェット隊長。行くしかないやろ、こんなもん。攻略はできんけど。させるか。刀で防げるか。大神張りの大神張りのかっこいいやつ。間一髪。危なかった。危なかったね。これ、でも、スバルとかサジータは怒りそうやけど。ああ、上がるんかい。こうやのやつ、なかなかやるじゃないか。認めてくれたわ。ラチ隊長、大丈夫ですか？すぐに救助します。ちょっと開けて、爆発しそうやぞ、それ。コックピットから出るなんて。うん。しっかりしてください。僕の声が聞こえますか？ラチェット隊長。攻略して。なんで2周目なん？お、動く。惚れたか？お、なに？なんで？ラチェット隊長。バカタレビンタが来た。考えてるの？はあ、まだ戦闘中よ。そうやけど。ですが、僕は。これやろ。あ、でも、2周目ならぶっ刺さる やつやろうけど、上がるかな？なんか、女性として見てそうなセリフやけど。僕は、あなたを失いたくないんです。ああ、一番上やったかな。無謀すぎるわ。まあ、結果オーライでしょう。それでも構いません。僕が犠牲になったとしても、あなたは守ってみせます。ああ、優秀な隊員。いい加減にしなさい。上官を生かすために。犠牲になるだなんて、軽々しく言わないで。これなんかあるな。過去の、例のあの、織姫とかレニが言った、昔の星組の話かな。残された者がそれで幸せになれるとでも。あなたが倒れたら私たちは。はあ。ラチェット隊長。こんな土神人、一人失っても問題ないやろ。知らんけど。
やばそうやん。え、気失った？ラジェット隊長？まずい、早く手当てしないと。なんかお姫様抱っこするし、これ何かで見たよね。次回予告だっけ？エハブ、こちら、違う、タイガキ。ラチェット機の回収をお願いします。また使えるん？あれ、大丈夫か？だいぶボロボロやな。でかく見えるね、シンジロウ。なんか、ラチェットより身長低くなかった。なんか、その、男気の大きさがこう見せさせてくれてるんかな。タイガのでかさ。何をしてるの？早く行きなさい。まあ、こう見えてあれか、サジータに裸見られた時もなんかちゃんと筋肉ついとるみたいなこと言っとったしね。顔はあれやけど、幼く見えるけど、体はちゃんとムキムキなんか。その命令には従いません。一人であろうと、百人であろうと関係ない。目の前にある命を見捨てるなんて、僕にはできません。こすぎる。タイガ君、こんな惚れたやろ。でもいい、次の命令だけは聞いて。うん。タイガ君、今よりあなたに、あ、星組の指揮権を移譲します。やっぱそういう流れか。やっぱ操作できんっての違和感あるしね。まあ一時的なもんかなって思えそうやけど、このままずっとそうなるんやね。体調としてはなくて。サジータびっくり。正気からちょっと。スバルはそうやろうなって顔しとるね。へえって。面白いじゃないかみたいな。大学には諦めない強さがある。あなたたちだって今目の前で見たはずよ。わあ、だいぶ結果往来ではあるけどな。うん。タイガ君、みんなを、みんなをお願いね。え、ラチェットもこれで引退みたいなことになるんかな。もともともう戦闘員としては限界やったってこと。隊長、隊長、しっかりしてください。お、サニーサイド。はい。イエスサー。このスポットライトなんなのこれ。エイハブからのあれか。で、わかりました。ラチェット隊長、僕、やってみせます。継続。サジタさん、スバルさん、僕の指示に従ってください。一気にタクを片付けましょう。ボスもいてる？スバルは言った。了解。おお、スバルは素直。サジータまだちょっと抵抗ありそうやけど。お手並み拝見といこう。ああ、見せたろう。だいぶ不甲斐ない動きしとったからな。スバルの範囲とか全然活かしなかったし。大学、ラチェットの指示じゃ、星組を指揮してもらう。ラチェットが抜けたことにより戦力が低下している。隊員同士協力してほしい。あ、連携の話来る？あ、来た。もし不安だったら連携して戦うコツを教えてあげようか。今かい。そうですね。これこそ聞いとかんないやつやん。まあ、なんとなくは触って分かったけど。はい、お願いします。教えてください。サジータ、スバル、タイヤ君に連携の手本を見せてあげて。仕方ないね。一度しか教えないから、私たちをよく見ておくんだ。まずは必殺攻撃の時と同じく、攻撃モードを連携にして。また敵湧いとるな。しっかり湧いとるよ。その後に連携する相手を方向キーの左右で選ぶ。今回の相手はスバル。同じようなことしかできんのかな。この直線上におるのだけ殴れる的な感じ。二人の攻撃範囲にできる限り多くの敵を入れることが連携のコツになる。
敵を攻撃範囲に入れたら準備は完了。丸ボタンで連携攻撃を発動。まあ、下手に必殺使える強いパターンもあるのか。雑魚が多いと。はい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 。スバルだいぶやべえ位置におるけど。大丈夫。さすがサジだな。効率的ないい攻撃だった。もっと巻き込めたんちゃう。横に結構広がっとるしね。連携攻撃をする2人がより信頼し合っていればとても高い攻撃力が期待できる。威力だけか。範囲広がるとかそういうのは関係ないかな。ただし連携攻撃をするには2人の気力値を使うから注意が必要だ。なるほど。日頃から仲良くしていれば戦いも有利になるんですね。仲良くしていればま、そういうことだね。とにかくさ、ラジェットの推薦だ。期待してからね。はい、フンコス最新の覚悟で頑張ります。うん。お、オープニングのあれになった。あ、もう連携使ってくれと言わんばかりの。ボスおらんやん。まあ、タイガに関しては3人もいける。これもしかして、あ、遠すぎ遠すぎ、あ、遠すぎあるのか。あー、こうでしょう。とりあえず、あ、てか作戦使えたんかな。風林火山使えます。いや、ちょっと、もうなんかスタート押す癖がついてるな。あー、作戦ねーは、ない。今回ないってことでいいんかな。刀、2回殴らんないよな。おそらく2回やよな。なんかスバルはもう認めてくれつつあるよね。あー、ダメか。後ろの2体なんとか倒したい。で、スバル見える。ロベリア、こっちの方が忍者っぽいけど。連携、あー、こう、あー、面白いかもな。連携、確かに戦力の幅がかなり広がる。オクトル、いやー、でもここ倒しとかんとな。アバウがあったせ、そういえば。いや、なかったよな、アバウ。もったいないけど2枚取りたいね。全力で投げればいけるかな。いや、もったいないか。ゴレン。奥のやつどんぐらい削れるかによる。てか、勝てんやつか、強くね？スバル強くね？すごいですよ、スバルさん。動きに無駄がないです。それは違う。僕に無駄がないわけじゃなく、君は無駄が多いだけ。加えて言うならば、この通信も無駄だ。くそ。言いたいことは戦闘後に聞く。そうなんですか。スターでの戦闘が初めての上、戦闘の指揮までするんだ。余計なことは考えるな。まあ、士官学校でこういう、ね、指揮訓練みたいなのありそうやけどね。まず、勝つこと。その次に生き残ることを考えろ。わかったな。先輩、頼もしい。はい。通信終わります。それでは、これで。倒せるか？つぬよ！え？必殺いらんよ。スバルめっちゃ強いぞ。タイガ、邪魔だ。スバル機に近づくなんだ。無駄な通信せんといてもらえますか？え、でも、こうやって一緒に進軍すれば、危険も少ないと思いますか？ラチェットならばともかく、僕は君を信頼していない。ズバッと言うな。信頼しない者に自分の背中を任せるなどできると思うか？選択肢か。
陽気な方がいいんかな。あ、首席なん？真ん中か？士官学校で首席だったんですけどって選択肢あったぞ。首席ってもうナンバーワンってことやん。僕を信頼してください。下がった。できるのか？根拠も実績も経験すらない人間を。大神ならこう言うんやけどな。じゃあ一番下が正解か？俺主席でーすってやつ。それに僕は君のことを何も知らない。知りたいとも思わない。必要ないんだよ。この僕には誰も、ね。こういうのをなんか覆してかんなんのかな？そんな。君の護衛はいらない。スバルキは戦闘に戻る。以上。この戦いで結果を出せば信頼してもらえるはずだ。やるしかない。ポジティブ。やっぱサジータ遅いね。ああ、でも、スバルあれか。攻撃力高い分、守備力低いとかかな。そうでもない。なんか強くなってない？スバルと。サジータもなんか。戦力を、サジータの方が守備力低い。で、はーい。上におったっけ？ほら。ここ巻き込める。必殺ないでーす。必殺がないでーす。もうグリシーヌ系。なんだ、連携使うか。連携使えば1ゲージでダメージを与えれる。やっとくか。行くよ。はい。で、どんぐらいいく？まあまあまあ。こう巻き込めれる。いけるんかい。二段目通っとる。で、行こう。上取れるか。よ。五連目が異様に強い、もしかして。さすがですね、サジタさん。敵を撃破しましたよ。分かっとるわい。この程度で褒めるとは、私は馬鹿にしてるのか、そう感じるわ、今のは。褒めたいのはわかるけど。いや、馬鹿にだなんて。普通にさすがですね、だけでよかった。感じがする。ラジェットに比べれば、まだまだ甘いところが多いし。覚えておけよ。まだ私はお前を認めてないんだからな。時間がかかりそうやな。まあ、ここで結果出せばいいのか。いいですよ。この戦いの中で認めてもらいますから。ふん。やれるものならね。じゃ、戦闘に戻る。せいぜいいい指揮を頼むよ。強い強い。すぐ終わる、こんなの。